はい令和2年第2回担当式本試験管理会計論の公表及び解説を始めていきたいと思います担当はレック専任講師二宮ですどうぞよろしくお願いしますはい、えー、皆さん本試験お疲れ様でしたまあ、非常にねこの夏の暑い時期に担当式試験が行われるというねあのイレギュラーなねケースに皆さんあの苛まいてしまったかと思うんですけれども まあ今回の、ねまあ、試験についてはそういった日程調整であったり、まあ、あるいはそういった体調管理の面で、ねまあ、少しあの苦慮された方が多かったのではないのかなというふうに思いますけれどもあの、まあ、効果、不効果です、ね、今回担当の管理会見に関しましてはあの直近3回などに比べてみると圧倒的に解きやすくなっていると。 まあ解きやすいとは言ってもねあの時間制約はかなり厳しい科目であることは変わりはありませんので、まあ、そんなに余裕を持ってねあの回答することができたって方は多くはないと思いますけれどもただまあ明らかにここ直近3回の試験がですね1時間というその試験時間の中だと、まあ、到底解ききれないような分量の問題であったり あるいは質的にも非常に難しい問題が一部含まれていたりしたのであのもう大体計算問題だと、まあ、3問か4問ぐらいは勘で答えなければいけないっていう、まあ、そういったレベル感のものだったわけですけども、まあ、今回の試験に関しては、まあ、計算がものすごくできる方早い方であればあの、まあ、1問ぐらいはです、ね、勘で答えなければいけない部分は出てくるかもしれませんけれどもあとはある程度ですねあの回答に臨めたのではないのかなという、まあ、それぐらいのレベル感にはなっています。 まあ具体的にその平成30年の,その第2回以前のねまあ試験の難易度に戻ったのかなというところであのこれぐらいがあの適正水準の難易度になってくるのかなというふうに思いますのでもうこれ以上難しくなってくるとねあのもう勘で答える要素がかなり増えてくるので実力が反映された試験にならないかとは思うんですけどもまあこれぐらいのレベル感であればできる方にとってはまあ,ある程度点数を取れる科目としてね管理会計というところを位置づけることができるのかなと思いますので。 あのまあ、今回手交代、ね、手応えを感じた方も中にはいらっしゃるのではないのかなと思います。で、まずね、あの気になっている方もいらっしゃるかと思いますけれども、まあ、目標点数としまして、管理会計単体ではですね、まあ、59点というところを現時点では算出しています、59点ですね。まあ、正当可能性、各問題にこう中程の3段階評価をして、 ののものには80%、中のものには50%、低のものには20%の正当確率というのを乗じて、まあ、期待値を出したものがこちらの59点という、ね、目標基準になってきますので、まあ、約60点ぐらいですね、まあ、取っていただきたかったかなという内容になっています、まあ、直近の試験がですね、あの40点台だったんであのそれに比べてみると大幅に目標点数というのは伸びたことになるんですけれども まあそれぐらい一問一問の問題の難易度っていうのは直近の試験などと比べてみてもですね、まあ、解きやすくなっているような印象を受けます。だからまあある意味ね実力差が本当に反映される試験内容になったのではないのかなと。で各問題に対するですね、まあ、コメントや問題ごとの正当可能性っていうのを簡単にこちらに掲載していますけれどもちょっと 後から、ね、解説はしていきますけども初めに各問題に対するですねちょっと所感を述べていきたいと思いますけどもまず問題1ですね、まあ、これ原価計算基準の問題ということでもいつも通りですねおなじみの問題ということになりましてまあ例年ですねこの問題1の原価計算基準の問題が原価計算の理論の中だと一番ね正当しづらいというところがあるのかなとは思うんですが、まあ、今回はそこまでですね解きづらさはなかったのかなと思いますので あのまあ、問題1っていう一番初めに解いていくねまだちょっと頭のエンジンがねあのかかっていない状態で臨む問題ではあったとしてもなんとか対処できるんじゃないかなというところで、まあ、ここは正答していただきたい問題ということで正当可能性こうと評価しています。で次の問題2、まあ、直接原価計算の問題だったんですけど見た目はねあんまり難しくなさそうに見えるんですけどもあのなかなかあの回答にたどり着けない方が多かったのではないのかなと思います。 まあ今回の問題16問の中で一番これが回答出しづらいんじゃないかなと思いますので、まあ、この問題自体はできていないことは全く問題ないともう正当可能性は低と評価されるものですのでもう飛ばして他の問題に着手できたかどうかというところがまあポイントになってきますねで次の問題3、まあ、これ原価計算のまたね理論問題ですけど、まあ、かなり簡単な理論問題ですねここも確実に正解しなければいけないと正当可能性はこうですで問題4 まあこちらはね個別原価計算の問題だったわけですけれども、まあ、この個別原価計算の問題は、まあ、難易度は全然高くないと、まあ、資料としてもね、まあ、1ページまるまる資料与えられてますけども、まあ、そんなにあの文章とかが多いものになっていないのであの資料も実はそこまで多くない問題ということで、まあ、問題4は確実に点数を取らなければいけないところになってくるかなと思います、はい、で問題5これがね あのパッと見計算問題に見える、ね、理論問題だったわけですけれども、まあ、見たことととないい方がほとんどだと思いますねでこの問題後は、ね、ちょっと理論問題としてはやったことがないと思いますのであの対応に苦労する方が、ね、非常に多いかと思いますから、まあ、これ自体は、ね、あまりできなくてもいいとは思うんですけどもただ言っても、まあ、選択肢の中であの何かしら、ね、正誤判断っていうところをできる足はあるでしょうから。 まあ、正当可能性についてはまあ中といいう評価を下していますで次の問題6まあこれ工程別総合原価計算の問題になりますけどもまあ逆進形式の問題ということでまあこれ自体ねあのこの形式自体嫌いだっていう受験生も一定数いるかとは思うんですけれども意外と逆進形式の問題っていうのはそこまで計算の物量が多くならないことが多かったりしますので。 まあ恐れずにチャレンジした方であればですね、まあ、正解できた方もいるんじゃないかなと思いますただまあ別にあえてここでね点数を取らなくても他のところでねもっと取りやすいところっていうのはあるので、まあ、この問題についても最悪飛ばすっていうのはあの別に問題ないのかなというふうには思います、まあ、正答可能性自体はまあ中という評価をしていますねで次の問題7なんかはこれも絶対取らなければいけないんですよもう過去の累大ですし 問題集にほぼ同じ問題が掲載されているものになりますから、もうこれができてない方っていうところは、もう事前の、ね、対策っていうのが不十分だったと、そう判断することができますんでね、ここはもう確実に取らなければいけない問題だったと考えられます。で、次の問題8、まあ、これも理論問題で、まあ、非常に平易な問題であの、どこかしらで見たことがあるような、まあ、理論問題だと思いますから、まあ、基本的にはこれは合わせなければいけないところですね、正当可能性はこうと。 で次の問題9、まあ、これも理論問題で管理会計の総論的な話になりますけども、まあ、ちょっとねあのマニアックな内容といいますか経営学の勉強やってないとねちょっと厳しいんじゃないかなという選択肢が「う、まあ」に出ていましたので経営学の勉強やってる方であればねあの企業戦略っていうところが競争戦略であるというところがね判断つくんですけれどもちょっとやったことないと厳しい内容だったのかなというところで、まあ、この選択肢「う」だけはね あのちょっと選択が難しいというところで正当可能性は中と評価をしていますで次の問題10がまあ財務分析の問題だったわけですけどもまあこれがねちょっと理論問題の中だと難しい部類に入ってくるのかなと思います。 まあ選択肢の「あ」っていうのが、まあんまり何を言いたいのかねあんまり問題の意図がちょっとつかみづらかったり、まあ、その前提条件っていうのがあまり厳密に置かれていないので、まあ、正語判断悩まししいところでしたね、まあ、選択肢の「う」についてもですね前提条件が何も書かれていないのでまあ正語判断っていうのが若干難しいと「まあ」あと「う」がねあのどっちが「まる」でどっちが×なのかっていうところのねそこの判断が結構難しい問題だったようには思います。 でまた選択肢の A については生産性分析が出ていたわけですけど、まあ、これ何で出すのかなって個人的にちょっと思うところはあるんですがあの従来ですね平成28年よりも前の試験においてはね生産性分析っていうところが試験範囲としては明示されていたんですけどあの平成28年以降ののとところでではは生産性分析っってていうのが試験範囲としては明示されなくなくたんですよだからまあ試験範囲外のね論点なのかなと。 いう,ふうに考えていた方がほとんどだとは思うんですけれども、まあ、そもそも知らないよって方も多いと思うんですが、まあ、今回ねこの選択肢の絵で一足出されているので、まあ、その試験範囲を変更するのは自由ではあるんですけど、まあ、バランスとスコアカードにしてもですね以前は明記されていたんですけどあの明記されなくなって出なくなるのかなと思いきやあの普通に出されていたりしますから、まあ、はっきりとねちょっと。 どこからどこまでが試験範囲なのかっていうのを明らかにした上でねあの問題を作っていただきたいかなっていうふうなところはちょっと思うところとしてはありますけれども、まあ、問題中はねちょっとそういった知らないこともねあの受験生の皆さんにとってはあったと思いますので、まあ、正当可能性は低でこれはもうできなくてもね全然問題ないと思ってくださいで次の問題 11CVP の問題ですねまあこれはねできた方結構いるんじゃないかなとは思うんですけどもただまあ言ってもですねあの そんなに簡単ではないのかなと思いますので、正答可能性は中という評価をしています。で、次の問題12まあ、これは abc の問題というところでまあ、少しね。ちょっと気づきが要求される問題だったので、あの時間との兼ね合いでできなかった方もいるんじゃないかなと思います。ま、政党可能性はこの問題についても中ですね。また、次の問題13。この理論もそんなに解きやすくはないのかなと。あんまり似たね。ね 選択肢っていうところを見たことがないと思いますから全く同じ選択肢とかをね見たことあるっていうのはなかったと思いますんでねちょっと解きづらさを覚えたのではないのかなと思いますこれも正当可能性は中ですで問題14に関しましてはこれは簡単な問題ですあのこの問題の今回の計算問題の中で一番 気づけばね手っ取り早く終わる問題というかもう電卓を12回入れれば解答が出てくるっていうレベルのものになってきますのでもう時間もかからずにあの答えにたどり着けるっていう、まあ、コスパのいい問題だったということで、まあ、これはなんとか解けてほしいかなと。で次のの問題15の 設備投資に関しましても、まあ、これも難しくはないんですけどもちょっとこの税引き前の利益っていうところをキャッシュフローとね読み間違えて計算してしまう方が、まあ、かなりいるんじゃないかなと思われるのとあと税率30%っていうところを間違えて40%で計算してしまうとか、ね、ですね、まあ、頭では30%って分かってても結構手がね40%で覚えてたりしますんで、まあ、そこで、あのー、無意識的に間違えてしまうっていう方もねいらっしゃるんじゃないかと思います。 まあこれも正当可能性は中ですで最後の問題16に関しましては、まあ、これはまあ平易な問題だったので、まあ、正解していただきたいかったかなというところですね。はいまあ、以上がね各問題に対する簡単な、まあ、コメントと正答可能性ということで一、まあ、つね参考にしてあのフィードバックしていただければなと思います。はい、で今からですね各問題の解説をしていきたいと思いますので。 あの解けなかった問題がある方はですねあの,ぜひあのこの解説動画の方をご覧になって復習してみてください。でまず問題1から順番に見ていきたいと思うんですけれども問題1、まあ、選択肢の「あ」と「う」が正解で「まあ、い」と「え」が誤り「まあ、い」につきましてはこの最後の一文ですね まあこの減価計算基準は減価情報の比較可能性を確保するために個々の企業の減価計算手続きを確実的に規定する。まあこれは違いますよね。まあ減価計算基準っていうのはあくまでも基本的なその枠組みを示しただけであって、まあその内容っていうところを解釈して弾力的に減価計算手続きっていうのは各企業の実態に合わせて行われていくと。 そこの原価計算基準の位置づけとかね役割っていうところがしっかりと理解できていればに、e、についいては明らかかな誤りでであるることとが即座に判断できるかと思いますで次の選択肢 A に関しましてはまあこれは一番最後の一文まあこの予算と対象を比較しうるように原価の標準ではなくてこれ実績ですからね予算と比べるわけですから当然これは実績と比べることになりますんで。 標準という表現がおかしいということで、まあ、意図絵が明らかな誤りですねで次の問題に直接原価計算を前提にした問題ということになりますけれども、まあ、この問題ですねとりあえず選択肢の「あ」から計算していきますと当月の製品完成高を計算しなさいと、まあ、当月完成品原価を計算する。で当月の 製造費用っていうのを日目別計算によって求めていく必要性があるわけですけどももう解説計算については作っているんですけども、まあ、この当月の製造費用直接材料費直接労務費変動製造間接費こちらの金額になります。まあ、ここは大丈夫ですかね直接材料費、まあ、この月初材料に当月仕入れ高加えて月末原量マイナしてあげれば直接材料費5922万が求まる。 直接労務費に関しては当月支払いに前月未払いを減算して当月未払いを加算すれば当月の直接労務費2040万っていうのが求まりますね。でこれの55%ですね予定配布していくっていうことですので1122万っていうのが製造・間接費の配布額でこれらの合計を出してあげれば当月の製造費用9084万っていうのが求まります。 でこの当月9,084万っていうのが求まればここに月初仕掛かり品原価月末仕掛かり品原価資料で与えられてますから加減算してあげれば、まあ、当月の完成品の原価として9,142万5,000っていうのが求まりますんで選択肢の「あ」っていうのは誤りであることがわかります。よろしいでしょうか。で次に今度選択肢の「 いいですね製造・間接費の配布債を答えなさいっていうことで製造・間接費の配布債今計算したとおり予定の配布額は1122万円ですんで実際発生額との差を取ってあげれば製造・間接費の配布債が求まりますんで、まあ、実際発生額はというと、まあ、この変動製造間費・間接費間接工の賃金ですね、まあ、これ直接工の賃金と同様に 当月未払いと前月未払いですね加減算してあげて、まあ、この間接工賃金この要支払額が1036万ですね。でまたこのほかに変動製造・間接費になりうるものとしては、まあ、この電力量ですねこれ間接経費として製造・間接費の実際発生額を構成することになりますね。まあ、この2つですねこの2つ。 まあこの2つっていうのを合算すれば間接費の実際発生額は1,149万7,000と求まりますんで予定配布額との差を取ってあげれば27万7,000円の不利債ということでまあ配布債が27万7,000であるというここの記述は正しい記述であることがわかります。であとは「う」と「え」ですね選択肢の「う」と「え」貢献利益と営業利益の計算が求められているので。 まあ直接原価計算を前提にして、まあ、計算を進めてあげればいいと。まあ、売上高はもう与えられていて変動売上原価については先ほど求めた当月の完成品原価に対して、まあ、この月初製品と月末製品を加減算してあげれば9363万5,000っていうのがこれが変動売上原価ということになります。でまた 固定費に関しても資料で与えられているもの工場事務員の給料保険料その他固定販管費全部合算すればこちらの金額が固定費合計ってことになりますんで以上のことを前提にしてですね損益計算書を作ればこうなりますよと売上から変動売上原減価と変動販売費これまあさっぴくのをね忘れてしまうっていうミスがあるんじゃないのかなと思うんですけども変動販売費を控除しなければ当然貢献利益は求まりませんのでこの点注意してください。 であとはここですね、もう原価差額をねこれを売上からマイナスしていかなければいけない、まあ、この原価差額っていうのは、まあ、変動売上減原価に付加されていくものになるわけですけども、まあ、27万7 0円っていうのが不利債だったんで、まあ、売上からこれをマイナスするような形で貢献利益を計算していく必要性があったということで、まあ、原価差額のね、この引き忘れっていうところが答えがね、出ない 一番の原因としては考えられるのではないのかなと思います。まあこの PL を作っていただければ営業利益七百五十三万っていうのが求まりますので選択肢の A は正しいということがわかりますと U については誤りと。まあ以上がまあ問題にですね。で次の問題三見ていきたいと思いますけど、まあ問題三につきましてはこれは正当可能性高の問題で。 まあかかななななり簡簡単単理理論論問問題題でで今回のののの中だだととと一番理論としてははったい選択肢の「あ」と「え」が誤りで「あ」については複数基準よりも単一基準の方が有効であるとかって書いてますけど複数基準より単一の方が有効であるケースなんかありませんからねもうこの時点で、まあ、この選択肢は誤りであることが即座に判断できます。 また選択肢の絵についてもこの改定式配布は補助部門間の全ての溶液徐々を捉えてって書いてますけど全ての溶液徐々ではなくて補助部門に序列をつけて上位の部門から下位の部門に対する溶液の流れっていうのは計算上把握をしていきますけれども下位から上位に対する溶液の流れは計算上無視をすることになりますから、まあ、全ての溶液徐々を捉えてっていうのが明らかにおかしいともう計算のやり方が分かっていれば即座にこれはおかしい足であることが判断できるかと思います。 で次の問題4ですね。単純個別原価計算の問題ということになりますけれども、まあ、この単純個別原価計算の問題でとりあえずね、まあ、原価計算表を作っていただくとナンバー10からナンバー12まで製造原価計算していただくとこうなりますよと。 まあ製造・間接費、実際配布しているので、先に製造・間接費の実際発生額求めると、この間接材料費は与えられていて、間接労務費については、正常な手待ち時間と、この直接工の間接作業時間が合計7時間ありますので、直接工・間接労務費を1時間あたり1800円という消費賃率を掛け算して求めていただいて、それとはまた別に13万1600の間接労務費ですね、これが与えられていますから、合計出せば。 間接労務費が万でその他として11、まあ、万9,000っていうところが製造・間接費の金額として資料で与えられていたので、まあ、これらの合計出せば万この44万1600を直接作業時間を基準として各製品に実際配布するわけですから、まあ、単なる割り算掛け算してあげればいいだけですんで、まあ、このナンバー10からナンバー12までの、まあ、この金額っていうところを求めていただければこうなりますよと。 でもうこの原価計算表が作れれば、イからエまではね、あのもう計算が終わった形になりますね。選択肢イ、e、ナンバー11の直接比については、この63万8820と27万の合計の90万8820ということになりますから、まあ、選択肢イ、e、っていうところは誤りですよと。ちょっとね、数字の見間違いとか注意してくださいね。 あの選択肢は90万820であの模範解答としてましては90万8820ですんであの0と8をね見間違えて選んでしまった方がねいるんじゃないかなと思います。非常にまあちょっとくだらない引っ掛けではあるんですけどもあのこういう引っ掛けの選択肢っていうのは割と管理会計だと、ね、あのよくある話ですんで、まあ、最後選ぶ際に注意をしてくださいで選択肢の「う」についてはナンバー12の金額74万9060なんで、まあ、この「う」の記述は正しいと。 で選択肢の「A については10と11のこの合計を求めてあげれば211万3,700なんで選択肢 A も正しいということでもうこの時点で「う」と「え」が正解っていうのが分かるんですけど一応「あ」についても検証しておくと1時間当たり30円製造間接費の配布率削減できればナンバー11の完成品原価どうなるかっていうのが問われていますけどもナンバー11ですね。 あすいません私これ今解説作ってましたけどこれナンバー10になってますねごめんなさいこれナンバー11ですね104 6820円ですね104 6820円、まあ、これがナンバー11の製造原価ですんでそこから1時間あたり30円かけることのえ直接作業時間が150時間ですんで 150時間掛け算したものをさっぴいてあげればいくらになるのかっていうのを計算してあげればいいので計算すれば104万2320っていうのが求まりますね。104ですね失礼しましまた問われているのはナンバー11ですね。まあ、どちらにしても についいいては間違いということになりますんで、ねはいまあこの問題は非常に簡単な問題ということになりますからあの確実に正解しなければいけない問題だったと。で次の問題5、まあ、ちょっと見覚えのない理論問題ということになりますが、まあ、汎,用性と汎用品とまあ特別品っていうところを作っていて、まあ、いわゆるハイブリッドコスティングっていうのを採用しているんですね。 まあ、汎用品についてはこれは総合原価計算の対象としていて、まあ、特別品については、まあ、これは個々のお客さんごとに注文品の内容というところが違ってくるので、まあ、個別原価計算の対象としていきますと、まあ、この総合原価計算と個別原価計算というところが、まあ、両方ね行われていくこういったハイブリッドな、ね、計算システムっていうのを採用しているとで選択肢の「あ」についてはまさにその通りですねはい。でについては 汎用品の原価計算には厳格な原価管理のため技術的に達成可能な最大創業度と最高能率の理想的水準における標準原価、まあ、いわゆるこれ理想標準原価のことを指しているわけですけど理想標準原価っていうのは原価計算基準上は認められていないという話になりますんで「い、e」についてはこれは間違ってる選択肢であることが分かります。はい、で次の「う」につきまして「子、ま、孫、あ、自品の売却収入」について。 汎用品については子孫っていうのはこれは発生しても軽微なものであると書かれていますので、まあ、この子孫自品っていうのは売った時の収益として処理してしまって問題がないと。で一方の特別品はこれ個別原価計算を前提としていますのでもう子孫自品の評価額っていうところはこれは原価計算外の収益とすることは個別原価計算を前提とした場合は認められませんので子孫の発生元となった 製造摩擦所のはその製造原価から控除すると。に、まあ、についいてては正しいになってます、ねはい、で選択肢の A 汎用品の原価計算には最も売上が小さい C 製品は副産物に準じて計算しその正常資科を総合原価から控除した額を A 製品および B 製品の総合原価とすると、まあ、これっていうのは、まあ、原価計算基準の29番に書かれているですね。 まあ連産品の計算に関する規定となっているということでまあそもそも汎用品っていうのは別に連産品ではなくこれ等級製品ってことになりますからねまあこのような正常歯科を基準として連結原価を安分するような計算手続きですね等級製品に対して適用することを原価計算基準は想定していませんからまあこの選択肢は誤りという判断をすることになりますはいちょっとね このうとえのと正語判断悩んだ方が多いんじゃないのかなというふうには思うんですけども、まあ、これは連算品ではないというねそこの判断ができれば、まあ、自然と「う」が正しい足であることがね分かるのかなと思います。で次問題6、まあ、逆進形式の工定別総合原価計算ということになりますけれどもまあ今回ですね 第2工程の次工程の加工費なんかも与えられてますけどこの次工程費については単なるダミーデータってことになりますんで、まあ、特段使う必要性のないデータということになります。まあ、第一工程のかかの月初仕掛品価を求めなさいということで第2工程の完成品の原価から逆算をしていくとでとりあえず第2工程における前工程費の計算ですね まあこれ状況整理するとこうなりますと、まあ、月初仕掛か,かり品が20万 k ロで完成品と正常子孫ですね正常子孫っていうのはこれは完成品のみ負担させることになりますんでね月末仕掛か,かり品は子孫の発生点を通過していませんので正常子孫時品を完成品のみに負担させるで本問ではですね、まあ、この完成品の前工程費の金額 328万っていうところが与えられてますけどこれは正常子孫慈悲を含んだ金額になってるということがですねこちらに書かれているんでこのの問題文の指示をちゃんと読み飛ばささずに反映させることががでできたかかどうかがポイントですここをね読み飛ばして計算を進めると選択肢のこれ5番が正解ってことになりますんでね一応ちゃんと答えが用意されてるんですよ。よくできているなと思いますけれども。 そういった間違った計算をやる。やった時のね。選択肢も用意されているんで、あの解いている時はね。できたっていう実感があっても、あのそこをね。加味し忘れてしまって、蓋を開けてみたら間違えてるってことがね。本当に起こりうる問題なのかなと。だからまあ、とりあえずもう完成品と正常資産は合わせてしまって、110万キロっていうふうにまとめてください。105万プラス +5 万ですね。で、月末仕掛か,かり品15万ですから、対借の差を取ってあげれば105万キロっていうのがまあ、当月の。 投入量とで前工程費分かっているものとしてこちらですね完成品と正常子孫合算したもの320万328万っていうところが分かってますね328万。でこの328万から月初仕掛かり品に含まれている前工程費を除外して、まあ、当月着手完成品の前工程費っていうところを求めて、まあ、それを 当月着手完成品の数量でで割り算してあげればいいんですよね。三百328万から52万6,000サッピータ金額をこの110万から20万サッピータ数量で割り算してあげれば1キロあたり3.06,000円っていうのが求まりますんで、まあ、これに105万キロを掛け算すれば321万3,000円っていうところが、まあ、これが当月の前工程費の金額として求まりますよと。 まあ第一工程から第二工程に振り返られてきた金額がこちらですよと。で今度第一工程の計算に移っていきますと、まあ、第一工程原料費と加工費にボックス分けて書くとこうなりますよと。第一工程の完成品は先ほど求めた通りこちらの105万キロですね105万キロ。で第一工程の月末が15万キロっていうのが示されていて。 15万キロですねで当月の原料の投入量100万キロっていうところが与えられているわけですから貸借の差を取ってあげれば20万キロっていうのが月初仕掛か,かり品の数量として求まります。で原料費につきましてこの完成品は、まあ、いくらかわからないというかあの先ほど求めた前工程費第2工程に振り返られていく321万3,000の内訳として原料費がいくらで 加工費がいいくらでっていうのは、まあこのはこ段階だとわからないわけですよだからここもとりあえずハテナになるわけですけど問題の資料として月末仕掛か,かり品の原料費が与えられているのでこれがわかれば先入れ先出し法ですから、まあ、当月の投入された原料費っていうのを逆算することができる。ここの単価と月末を評価した時の単価は必ず一致するわけですからこの月末は。 15万1,000円で15万キロですから1キロあたりは1,000円っていうのが求まりますんで1,000円かけることの100万キロで計算してあげれば100万1,000円っていうのが当月の原料費の値として求まります。でまた加工費に関しましてもこちら今と同じ要領でやっていくと完成品105万月末仕掛か,かり品は15万に0.8の加工進捗度かけ算して12万。 で月初仕掛かり品は20万に0.35掛け算して7万で貸借差額で110万キロっていうのが当月投入の換算量として求まりますでますた加工費月末仕掛かり品の原価分かっているわけですから、まあ、この24万っていう月末の加工費を12万キロの換算量で割り算すれば1キロあたりは2,000円っていうのが求まりますんで、まあ、これに110万掛け算すれば220万っていうのが、まあ、当月の加工費の金額として求まりますよと。でここままで求まれば あとは、代借の差で月初仕掛かり品減価が求まると、この完成品の減価は三百二十一万三千,千円でしたね。で、月末仕掛かり品の減価は十五万と二十四万合算した三十九万。で、当月の製造費用は二百二十万と百万合算した三百二十万。であとは差を取ってあげれば、月初仕掛かり品の減価は四十万三千,千円っていうのを求めることができますんで。 まあ選択肢の1番っていうのが正解ということになります。よろしいでしょうか。まあ、以上がね問題6と。で次問題7ですね。標準原価計算の問題で、まあ、この問題のポイントとしてはここの冒頭ですね。直接材料についてのみ購入時に材料を受け入れ価格差を把握する修正パーシャルプランって言ってるので。 通常修正パーシャルプランっ,て言った場合はですね、まあ、この直接材料費直接労務費を仕掛か,かり品勘定に振り返るる時に標準単価あるいは標準賃率に実際の消費量と実際の作業時間を掛け算して仕掛か,かり品勘定の借り方にその金額を記入していくわけですけれども本文では直接材料についてのみ購入時に受け入れ価格債を把握する修正パーシャルプランって言ってるので。 直接労務費については通常のパーシャルプランと同じように実際に発生した金額がここに記入されるんですねそのことはこの原価債を見てあげてもわかるんですよ直接材料については消費材料あ直接材料の消費数量債っていうふうにちゃんと直接材料費債の内訳として数量債の計算っていうところが仕掛か,かり品勘定でなされているわけですけども 直接労務費については時間債ではなくてね直接労務費債っていう表記になっているわけですから一般的な修正パーシャルプランと違って直接労務費については全ての債がここで認識されているんだと時間債だけではなくて陳立債についても、まあ、ここには含まれていくんだということがねここの表記から判断することができます。 まあ初見だと、ね、判断難しいかもしれませんけど先ほど申し上げました通り、まり、あ、ここは、ね、事前にやっている方が多いというところですのでね。やっていた方にとっては、まあ、これ、まるっきり一緒の問題じゃんというところであの即座に回答にたどり着けたのではないのかなと思います一応簡単に生産データなどを整理するとこうなりますね生産データ。 子孫っていうのが終点発生なんで完成品のみから子孫が出ますんで4,000個の完成品に4%乗じた160個が正常子孫で200個から160個さっピータ40個が異常子孫っていうふうに求まります。で標準原価カード作ってあげればまたこうなりますと。14,000っていうこの理想標準に対して。 4%っていうのを掛け算してあげれば560円っていうのが完成品単位あたりが負担すべき正常損事費として求まりますんで14,560円っていうのがこれが現実的標準ってことになりますねでこの標準原価カードに基づいて月初月末仕掛か,かり品の評価を行えばこうなりますとまた完成品や異常損事費っていうところを計算してあげればまあこうなりますよと。 もう標準原価カードが作れればね完成品原価の計算とか、まあ、異常損時期の計算についてはも機械的な作業でできるかと思いますまあ異常損時期についてはね正常損時期を負担させないのでそこだけ注意してくださいねこのもともとの1万4000っていうこの単価で異常損については評価をしてあげなければいけませんので、まあ、そこだけちょっとケアレスミスに注意していただきたいところではありますねで原価債の計算として直接材料に関する数量債 これは標準的な消費量当月4,600個っていうこの投入数量に対して1個当たりの標準消費量が4キロですから4かけ× 4 6 0 0個から実際の材料の消費量を差っ引いて標準単価で評価してあげれば20万の振り債というところが求まります。また直接労務費の際ですけれども直接労務費の際に関しましてはこれは当月の換算量4,400個これに 1>, 1個当たりの標準的な直接労務費4,000円っていうのを掛け算してあげた金額これが標準直接労務費ですからそこから実際の直接労務費を差っ引いてこの価格債賃利,賃利債と時間債っていうのを両方含んだ直接労務費廃126万の不利債っていうのを求めることができると。まあ、以上のね計算結果などを踏まえて仕掛かり品勘定を作ればこうなりますよと。 以上がここの問題にに関すする解説とということになりますで次問題8移っていきますと問題8は管理会計の総論的な話になりまして、まあ、選択肢の「あ」についてはねこれ意思決定会計と統制会計というこういった区別をつけているわけですけど意思決定会計と、まあ、対比されるものとしては業績管理会計ということになりますので。 あるいは統制会計と対比されるのはこれ計画会計ということになりますから、まあ、ここの、ね、管理会計の分類というところが、まあ、ちょっとおかしいというところでもう即座に判断がつくとで選択肢のうが、ね「う」が冒頭で申し上げました通りちょっと計画の勉強をやってないとこの選択肢「う」っていうのは正誤判断が難しいのかなと、まあ、企業を取り巻く環境変化に伴い戦略との関連を意識することが管理会計において近年ますます重要となっているとでこのうち企業戦略とは すでに選択された各事業領域においての競争的行動に関する戦略を指すって書いてますけどここは競争戦略なんですねこの各事業領域そのものをですね、まあ、決定する、まあ、事業領域のことをドメインって言い方をするんですけども、まあ、企業がですねどういった事業分野で戦っていくのかっていうところを意思決定していく、まあ、そういった戦略的な意思決定のことをね企業戦略って言い方をするわけですけれども。 ここでの記述っていうのはすでにこういった事業領域っていうのが決まってることを前提でその中で同業他社に負けないようにするためには、まあ、どういった事業部の運営をしていく必要性があるのかを、まあ、考えていくそのシナリオがまさに競争戦略って呼ばれるものになりますんでここは企業戦略ではなくて競争戦略というところが正しい表現なんですね。だかかちょっとと。難しい選択肢かなとただ これが最悪ちょっと三角がつくというかあの分かんないなと思ったとしても「意については確実に合ってる選択肢ですし「絵についてもですね、まあ、これも特におかしいところは何もないなというところが分かりますんで「意、まあ、と「絵が確実に正解かなというふうに選べるというところで、まあ、問題9は一応正答可能性は中という評価はしていますけども、まあ、あの私が思ってるよりも解けている方はいるのではないのかなというようには思います。はい で次の問題10まあこれがねちょっと理論問題の中だと何が聞きたいんだろうっていうところでよく意図がつかみ取りづらいですね、まあ、問題になってるのかなと思いますけど選択肢の「あ」仮に架空売り上げによって利益を過大に計上すると。 短期財務安全性の指標である流動比率は上昇しキャッシュフローも増加すると、まあ、架空売上げっていうのがまあ普通は掛け売り上げのことになるでしょうから、まあ、借り方売掛金貸し方売上高っていうですね実際には存在しないような、まあ、この仕分けをですね切ってあげた時に、まあ、売掛金っていう流動資産が増えることになりますから、まあ、流動比率は上昇する。でも 売りかけ金ですから現金は動きませんのでキャッシュフローっていうのは特に増加はしないと。あるいはこの格売り上げがね現金売り上げだったらちょっと話は変わってくるので、あのーまあ、現金売り上げのことを格売り上げっていうのか分かりませんけどもちょっと定義がね曖昧なんでね一応その取引先に対して商品は販売しておらず現金はもらってないんだけども従業員がその現金とかを例えば補填している場合。 売ったここととにしておこうとですぐに、まあ、年度末過ぎたらですねあの返品処理なんかを行ってですね、まあ、現金戻すというねそういった粉飾、まあ、決算のようなことをですね、まあ、行っていた場合は一応キャッシュフローは増加することになりますからねだから案についてはどういう状況を想定しているのかっていうのがはっきりわからないので何とも言えないところではあるんですけれども、まあ、若干雑な、ね、選択肢になっているんでね。 ただまあ、青をね、丸にする勇気はなかなか普通はないですよね。あのまあ、明らかにちょっと違和感を覚える、ね、選択肢になっているわけですから、青を自信を持って丸つけるって方はまあほぼいないでしょうから、まあ、ほとんどの方は多分、×をつけたんじゃないのかなっていう気はします。はい、で、次の選択肢、まあ、財務レバレッジについて問われているわけですけど、まあ、ここのマイナスの方向に作用するっていう部分が誤りですね。 この ROA が負債の利子率を上回っている場合負債、まあ、比率が大きければ大きいほどそのプラスの効果っていうところを増幅する効果がありますので ROE に対してプラスの方向に作用することになりますよと、まあ、レバレッジっていうのはもろ刃の剣ですからねなんとなく皆さんねレバレッジが高いっていうとマイナス方向なイメージを持ってしまう方いるかもしれませんけどレバレッジはプラスにもね働きますしマイナスにも働くとまさにもろ刃の剣なんですよ。 必ずしも悪いことばかりではないと、まあ、当然プラスに働くこともありますというところですで選択肢のう固定資産割る自己資本プラス固定負債、まあ、これで計算される固定長期適合率が低い方が長期の財務安全性の面で良好である、まあ、これ正しいですねそれゆえ当該使用が上昇すると長期の財務安全性は悪化し流動比率は必ず低下するって書いていて必ずって言われると非常に 疑ってしまいまいすよねあえて入れてきてるんだと思いますけどただこれももう少し前提をちょっと詰めていただかないと「必ず」っていうここの表記がですねあの例外は絶対ないって話になりますから1個でも例外があったらね間違いってことになるんで、まあ、例外がなんか思いつかないかなって考えた時に、まあ、単純に固定資産が増えてで固定負債も増えた場合ですね。でここのの場合この 固定長期適合率っていうところはまあ上昇することになりますけど、流動比率は別に変わらないんですよ。固定資産と固定負債っていうところが例えば同じ金額増えたとして、固定長期適合率っていうのは変わりますけど、流動比率は別に何も変わらないじゃないですか。だからまあそういう状況をね考えたら、まあこの選択肢ちょっとおかしいんじゃないのっていうふうに思われるんですけど、ただまああの問題作成者の意図としては。 この BS の BS 規模は変わらないとそういった固定負債で資金調達して固定資産投資を賄っていくみたいな、まあ、そういったねあの BS の規模感っていうところが変わらないのであればですね固定長期適合率が低下すればですね流動比率っていうところは、まあ、これは上昇することになると固定長期適合率と、まあ、流動比率のここの関係性ですね。 これ BS に見立ててみてあげるといいかと思いますけどこの固定長期適合率ですね。 まあこの固定負債プラス自己資本、まあ、これを分,子にとって分,あ分母にとって分子に固定資産っていうのをとって計算される固定長期適合率っていうところがまあ低下する例えばこの固定資産の割合っていうところが下がった場合その場合流動資産の割合が増えるわけですから流動比率っていうのは上昇することになりますね。反対に 固定負債プラス自己資本分の固定資産この固定長期適合率が上昇すると、まあ、この固定資産の割合が増えたと考えてもらった時に流動資産の割合は減ることになりますので流動比率はこの場合必ず低下するってことになりますね。まあ、こういう BS のこの構成の比率っていうところが変わった時にですねどうなるのかっていうのが問われているとそう考えて整合判断をしていくしかないんですね。 私がさっき言ったような固定負債で資金調達あるいは自己資本で資金調達して固定資産に投資をした場合この固定長期適合率っていうのは変動するわけですけれども流動比率は変動しないっていう話が成り立ってしまうんですがまあそういったね BS の規模感が変わるっていう話については度外視してあげて普通に規模感は変わらないことを前提に BS 内のこういった比率が変わったケースにおいて 固定長期適応率率というところが下落すすれば流動比率は上昇する。あるいは固定長期適用率が上昇すれば流動比率は下落するとまあ両者が表裏一体の関係であることがまあ分かってればまあ「う」が正しいんじゃないのかと少なくともねこの「あ」よりは「う」の方が選択肢として妥当だろうという、ね、判断はつくのかなというふうに思いますんで「いが」がツで「 が丸だっていう判断ができればあとはまああと「う」の勝負で「う」の方が妥当かなというね判断をしていくと。で絵については付加価値労働生産性っていうことで、まあ、これは付加価値っていうところを計算してね従業員の数で割り算することによって求める指標なんですけども従業員一人一人がどの程度ね付加価値っていうのを生んでるのかでそれを売り上げ高とかねあるいは有形固定資産を媒介として 展開することによって3つの指標に展開することができて売上高1円当たりの付加価値とこの有形固定資産回転率と労働装備率って呼ばれるものこれに分けることができるとちょっとまあ書きましょうかね付加価値って長いんで「振って略しますけど付加価値をこれを従業員の数これで割り算したものが労働生産性で でこれをまず売上倍媒介として売上分の付加価値っていうのを計算しさらに有形固定資産分の売上、上、まあこれで有形固定資産回転率ですねでさらに労働装備率って呼ばれるもの、まあ、従業員1人当たりの固定資産のあ有形固定資産の金額と。 まあどの程度積極的に設備投資がなされているのかというところをね表しているわけですけどもまあこれはもう知らないとね絶対対処できないんでそもそも労働生産性って何ぞやっていう方にとってはねまず解ける問題ではありませんから、まあ、絵についてはもうね正誤判断できなくてもしょうがないかなというところです。 まあ先ほども言った通りね生産性分析っていうのは一応、試験範囲としては明記されていないので、まあ、もう出なくなったのかなというふうに思われていたところなんですけれども、まあ、今回出されたんでね、また次のね上級講義では、まあ、こういった労働生産性の計算などもね財務分析の章で触れていきたいとは思うんですけれども、まあ、今回については、ですねもうできなかったことは、あの別に禁止される必要性はない問題かなというところです。はい で次の問題 11CVP 分析の問題ということになりましてまあこの問題解き方はねいくつかあると思いますもう人によってやり方は全然違うと思いますもう解けてる方はねご自身のやり方っていうところをねあの別に貫いてもらったらいいかと思いますんで、まあ、解けなかった方は一つのやり方として私のやり方を参考にしてもらうといいかと思いますけど、まあ、この売上高の割合を一定と考えていくのであのこれはテキスト通りの計算をやっていくならば 売上の割合を一定と置いたときには加重平均の貢献利益率に着目をした計算をやってあげればよかったと。でただ製品 A の貢献利益率っていうのはこれまあだからまあこれ割り切れないまま計算を進めていくことになるんですけど製品 A の貢献利益率下誤入する前の値ですねそれと製品 B の貢献利益率これらを過重平均取ってあげると。 まあ、9分の5と9分の4掛け算して0.595点点点っていうのは求まりますんで,でこれをまあメモリーとかに入れといてあげてまあこの固定費の金額合計ですね7,350万に対して割り算してあげれば損益分岐点の売上高を計算することができます。で今回安全余裕率が20%って与えられてますから損益分岐点の比率っていうのは80%と求まりますんで。 この損益分岐点の売上高1億2,348万っていうところをこれを損益分岐点比率で割り戻せば計画売上高を求めることができると。でこの売上高に占める製品 A と B の売上の割合はこれ5対4ですから9分の5と9分の4かけ算してあげれば各製品の売上高が求まって販売価格で割り算すれば1個あたりのなあ販売数量っていうのを計算することができますね。 でも販売数量が求まれば営業利益については1個当たりの貢献利益掛け算して固定費をマイナスしていけばいいだけなんでまあこういうふうに回答を進めることができますよと、まあ、あるいはね過剰平均貢献利益率が割り切れないのであのこういうふうに計算してもらっても結構ですよこの製品 A と B の売上高の割合が5対4っていうふうになっているのでこれまあ 1>, 1対0.8っていうふうにきれいに直すこともできますよね1対0.8で製品 A1 個売った時の売上っていうところが3500円なんですよでこの時製品 B の売上高は0.8を掛け算してあげた2800円にならないといけないんですよ A の売上が3500だった時に B の売上は2800にならなければいけないじゃあ B で2800の売上を上げるためには 何個売ればいいかというと2800を4000で割り算した0.7ていうのが求まりますんで要は製品 A1 個売ったときに製品 B は0.7個売れていればこの売上高の割合5対4っていうのを達成することができるんですね売上高割合っていうのをこれを販売数量の割合に変換するとまあこういった手続きを取ってもらってもいいかと思います そうすればねワンセットあたりの貢献利益に着目をした計算を行うことができるのでそっちの方が自分にとっては分かりやすいという方はですねそのような回答っていうのを目指してもらうとよろしいのではないのかなと思います、まあ、他にもねやり方っていうのはあるでしょうから、まあ、本当に解けている方はですねご自身のやり方っていうのをそのまま継続的にやっていただくとよろしいのかなと思いますねで次の問題 12ABC の問題ということに なりまして、まあこれがね少しひらめきの要素、まあ、ひらめきっていうと大層な話になるんですけどもあのちょっとね柔軟に考えなければいけない問題だったかなという印象を受けますね。とりあえず段取り活動からメンテナンス活動まではね もうここに与えられている活動ドライバーを基準として活動原価を各製品に割り振っていけばいいだけですから、まあ、単なるね、まあ、掛け算割り算っていうところをやってあげれば答えを出すことができますで問題は検査活動なんですけど検査の回数がまず分かってない製品 A60 回と分かっていて B は何回か分からないという話なんですけどここの計算の条件 検査活動によって発生する製品単位あたりの活動原価は各製品とも同額となったとまた製品単位あたりの製造・間接費は従来の原価計算と比べて A は何とか円 B は何とか円高くなったって話ですけどこの検査活動によって発生する製品単位あたりの活動原価は各製品とも同じだと言ってるんで1個あたりの活動原価っていうところは検査活動原価は同じなんですよ。A と B に 割り振られた金額は違いますけど1個あたりが負担する金額は同じだと。で製品 A と B っていうのは生産量が3,000個と1,000個なんでこの検査活動原価の割り当て額も A と B3 対1の割合になってないとおかしいんですよね。1個あたりの検査活動原価が同じなんですから A と B に割り振られた金額も3対1になっていなければいけない。でこの3対1の金額割り振るためには。 こここののの活動ドライバーの回数ここが3対1の割合になってたらいいんですよね製品 A が60回で B はその3分の1の20回になってれば3対1の割合で活動原価っていうのを各製品に割り振ることができて、まあ、それを3,000個と1,000個で割り算すれば1個あたりの検査活動原価の金額っていうのは同じになると、まあ、そういう柔軟な判断をねしなければいけなかったと。 でまた今回の問題これのね集計忘れる方いるんじゃないかと思いますけど管理活動によって発生する原価ですねここに示された活動原価ってていいうののはは製造間接費の全てではないんでなんすよこの製品 A3500 円 ×3000 個製品 B5250 円 ×1000 個この合計求めていただくと製造・間接費の合計金額1575万っていうのが求まります。 でこの1,575万からこの活動原価っていうのを全部マイナスすれば管理活動の金額っていうのが84万っていうふうに求めることができます。管理活動減価が84万で,すよとでこの84万の管理活動原価っていうのを各製品に対して安分する際にこの直接作業時間っていうのを基準に安分しましょうねと言っているんですが。 直接作業時間っていうところが問題文には与えられていないんですよこれ間違えてね機械の運転時間とか使ってしまった方いるんじゃないですかね時間っていうところがここしか与えられてませんからね直接作業時間自体は何時間かっていうところはこれはね測定はできないわけですけれどもできないわけですがただねこの製品 A と B に対して 伝統的な原価計算によって配布された製造間接費この比率を使ってあげれば管理活動、まあ、直接作業時間を基準に配布したのと同じ計算結果になるわけですよ。要はこの伝統的な原価計算だと直接作業時間を基準に配布しているわけですから、まあ、製品 A に対しては A の直接作業時間に 配付率を掛けけ算算してて計算されてるわけですよね。ちょっとまあこれ書きますけど、まあ、この配布率アットマークで表しますけどアットマークに直接作業時間まあ a 1っていうのを掛け算してるまた製品 B に対してもこの配布率に a 1っていうのを掛け算してるわけですよね。で結局ここっていうのは A と B で等しいわけですよ。 製造間接費の配布を行う時のこの配布率は製品間で共通のものになりますからねこの直接作業時間に対して同じものを掛け算して計算された製造間接費の配布額その比率っていうのは結局この AH の比率と等しいですよね。製造間接費の配布額が2:1だったらここの AH も2:1になってるはずなんですよ。そのことが 直感的に分かるかどうかというところですね、落ち着いて考えれば、ね、分かる方が多いと思うんですけれども、まあ、本試験の緊張感の中でねあの、なかなか落ち着いた対処っていうのが難しかったのではないのかなと思います。直接作業時間そのものは求まらないので、製造間接費のこの配布額ですね、これを基準として管理活動原価の割り当てっていうのを行っていかなければいけなかったと。でそのの計算結果がこちらになりますので まあぜひねあのできなかった方は参考にご覧になってください。でこの計算ができればね伝統的な原価計算とこの abc との計算結果の差を取ってあげて空欄 a については回答が求まりますとで空欄 i、e、はさらに abc の、ねあのー、再計算っていうのを行っていこうと検査活動については検査の時間っていうのを使っていこうと言っていますんで、まあ、検査時間与えられてませんけどここは簡単です。 製品 B が1回あたり60分検査に時間かかるって言ってますんで、まあ、製品 B のここのアスタリスクのところは20回だったんで20回に1時間掛け算すれば20時間っていうのが求まるとでここが20時間って求まれば全体50時間が検査の時間ですからここは30時間っていうふうに計算することができるので、まあ、3対2の割合で96万の検査活動原価を まあ再計算やってあげればいいと、はい、もうここだけ計算し直せばいいだけですから一応ねあの私の解説の方では他のね購買活動とか段取り活動に関する割り当て方も示していますけども、まあ、ここだけ再計算をやり直せばいいですよと、はい、だからまあ実践的にはね製品 B に対する検査活動原価当初の ABC は24万で万で 再計算したら38万なんで14万製品 B に対すするる割り当てて額が増えてるんですよでこの144,000っていうのを1,000個で割り算すれば1個あたり144円っていうのが求まりますんでこの再計算することによって製品 B の原価は144円高くなるっていうふうに回答してもらうのが手っ取り早いかなと思います。以上がこちら ABC に関する計算ということでまあちょっとね あの実践的には難しいところがあったかなというふうに思いますけどただまあそれでも正当可能性低っていう評価をするほどね難易度がむちゃくちゃ高いかっていうとそういうわけではないので、まあ、気付けた方はねあのうまく対処することができたのではないのかなと思いますで次の問題14ですね問題十四。あ問題13かすいません問題13ですね 予算管理の問題ということになりますけど、まあ、この「意と絵が誤り。意に関しましてはこれはローリング方式で、まあ、この予算っていうところを更新,時更新し更新時に経過期間を加えて編成する予算を変動予算って言い方してますけど変動予算ではなくてこれはまあローリング予算とかあるいは継続予算って呼ばれるものになりますね。変動予算っていうのは、まあ、これは事後的に業績評価のために測定される予算ってことになりますんでね。 実際の創業度あるいは実際の販売量っていうところを前提として、まあ、あるべき金額っていうところを業績評価のために出していくそれが変動予算ってことになりますけれども、まあ、本文は変動予算といいう表現がこここににに入ってくるのは明らかにおかおしいってことになりますね事前の見積もりの予算のことを、ね、ここでは取り扱ってるわけですからこういった事後的な変動予算の話が出てくるのはその時点でおかしいと。また選択肢の「絵については、まあ、これは 割り当て型の予算っていうのはボトムアップって言ってますけど割り当ててるわけですからねこれはトップダウンですよそこがねちゃんとイメージできたかどうかですね案外気づかずに読んでしまう方もいるんじゃないかなというところです割り当て型ですからこれはトップダウン方式ですよだから意と絵が誤りで2番が正解ですねで次の問題14 これが計算問題の中だと一番時間のかからない問題ということになるかと思いますけれども、まあ、こちらにつきましてはあのもうポイントは1箇所だけですねこの製品 Y が4台売れると X の販売数量が1台減少するって言ってるので、まあ、これねこの製品 Y1 台売った時に製品 X0.25 台分諦めることになりますからこの製品 X の 貢献利益0.25台分っていうのが製品 Y を1台売ったことによるですね機械原価として発生するんだと、機械原価。それを加味した上で目標利益を達成するための販売数量を計算できるかどうかですね。で、製品 XY のそれぞれの貢献利益、まあ、ここは計算簡単ですね。4200と4400。で、先ほど言った通り、Y を 1>, 1台売った時に X を0.25台諦めることになりますからこの4200に0.25を掛け算した金額を Y の貢献利益からマイナスししてあげましょうとでこの残った利益でこの固定費と目標営業利益の確保、まあ、これを目指していくことになりますんで、まあ、これ割り算していただければですね3800千台っていうところが求まりますよと。 ポイントはここの計算が対応できたかどうかですね。はい、ここの計算が対応できたかどうか。ここさえね、あのちゃんと計算に反映できれば、もう一瞬で解答は終わりです。で、次、問題15ですね。問題15。設備投資の経済性計算になりますけれども、まあ、あの冒頭で申し上げました通り、 この問題のポイントはここ与えられているのが税引き前の営業利益であることとあと実行税率30%っていうところが前提になっているんでここの2箇所で引っ掛けがなされているとここのデータはあくまで税引き前利益ですからここに30%掛け算して法人税等をマイナスしてあげてでその後減原価償却費そのものを加算してあげなければいけませんので。 おそらく間違いとして多いのはこの減価償却費の節税効果をね加算してしまった方が多いんじゃないかと思いますこれは税引き後の利益をねベースにキャッシュフローの計算を行っているわけですからね減価償却費そのものをね加算してあげなければキャッシュフローは求まりませんとで製品 X 製品 Y の毎期のキャッシュフローはこのように見積もることができますんでこのキャッシュフローさえ見積もれればあとは機械的な計算ですね 回収期間の計算であれば X 案は、まあ、1年目12万7千2 0万のうち回収できて残り7万3千回収するのに ×2 年度が貢献していくわけですけど、まあ、この残り7万2千っていうのを分子にとって分母に12万っていうのをとってあげれば、まあ、0.608っていうのが求まりますんで X 案の回収期間としては約1.61年。で Y も同様に。 罰 1>, 1年で12万7千20万のうち回収が終わるんで残り7万3千を罰2年で回収しきるわけですけどもこの罰2年のキャッシューロー12万7千を分母にとって分子に残りの回収額7万3千取ってあげれば0.574点点点っていうのが求まりますんで試写延にすれば1.57年っていうのが回収期間ってことになります。 また賞味現在価値は将来キャッシュフローに対して与えられている福利減価係数掛け算して合算していって設備投資額マイナスすれば賞味現在価値計算することができますんでこちらが賞味現在価値計算すると時の結果ですよともうこの辺は機械的な計算で対処することができる問題ということになりますで最後問題16見ていきますと 問題16に関しては文献組織とグループ K の管理会計ということで、まあ、選択肢の「イと「う」が誤り「イについてはこの組織内のサブユニットは責任会計の検知からコストセンタープロフィットセンターなどに分類されるプロフィットセンターは文献的なサブユニットでありコストセンターは集権的なサブユニットここまではまあ正しい記述なんですけどこれらの関係は常に成立するっていうのはおかしいと。 まあ講義中にも申し上げましたけれども、まあ、この集権的・分権的っていうのはあくまで相対的な違いでしかないのでプロフィットセンターの中でも相対的に集権的なサブユニットっていうのはあるでしょうし逆にコストセンターの中では相対的に分権的なサブユニットっていうのはあるでしょうから1対1の対応関係ではないんですよ。利益センターだからこそ分権的だとかその原価センターだからこそ集権的だとかですねそういう1対1の対応関係を取るものではないので。 この常に成立するっていうこの表現がまあ誤りと「まあ、常に」っていう表現が出てきているんでね、まあ、おかしいなっていうふうに違和感はねすぐに感じることできるかと思うんですけども円についてはもうテキストにも記載があるレベルの話になりますからここはなんとかね罰足立ってて選択をしていいたただきたいところではありま,すでまた EVA、まあ、久しぶりに EVA に関する話が出てきましたね。 EVA に関して計算のやり方載ってますけどこれは賞味の税引き前の利益っていうふうに使って言ってますけどこれは税引き後の営業利益ノーパットをねベースに計算するものになりますんで税引き前というところが誤りともう知らないと対応できない問題ですねはいよろしいでしょうかまあ以上がね問題16で 今回、のの担当式本試験の解説とといううことになります、はいまあ、どうですどでかね、あのー、今回ね管理会見については冒頭でも申し上げました通りここ最近の試験の中だと非常にまあレベル感としては、ねあのー、落ち着いたといいますか直近3回があまりにも難しかったとっいう回が続いていたので管理会見を受ける前から相当、ね、緊張感を持たれていた方が多かったのではないのかなという,ふうに思うんですけども。 まあこれぐらいの、ね、レベルの問題であればあの一番初めに示したような約6割ぐらいの点数というのは何とか支出していただきたかったかなというところではあります、はいまあ、ちょっと人によって、ね、その高いと感じる方もいればあのそれぐらいだったら取れるよという方も、ね、いらっしゃるかと思うんですけどもあの何とか、ね、6割というところが支出できないとちょっと他の、ね、足を引っ張ってしまうことになってしまうのかなというふうに思いますので。 あの今回のね試験できなかった方に関しましてはまたね、ぜひ見直しの方をしていただいて今後のねあの役に立てていただければなというふうに思います。はい、まあ、それではですね、まあ、これで、えー、管理会計論の公表と解説については以上となりますので、えー、本日は皆さん、えー、お疲れ様でした。